住み込みで修行をして、その期間はある意味そこでの食事とか寝るところとか含めてですね、まあ、賄ってもらう代わりに、まあ、一部お仕事のお手伝いをするとか、ただ一方でこの時代になってきて、それで例えばお酒が入るとかなってくると、いやいやちょっとそれは時代に合いませんよねってところがあるので、ここはどう考えていくかっていう話になってくると思うんですよね。僕はあるに決まってるって正直思っちゃってて、はい、ないわけがない世界だと思うんですよ、うん、芸能界でもあるじゃないですか、はい、なんか飲み会いっぱい行く人もいれば全く行かない人もいるじゃないですか、うん、業界全体で見たら一緒になっちゃうかもしれないけど、実は中っていっぱい細分化されてると思うんですよ、うん、でもこのお二人は多分その綺麗な部分で多分やられてる、見てきたと思うんですけど、そうじゃない部分の人たちもいっぱいいるけど、その人たちは多分表に出てこないんですよね、うん、本人も納得した上でそこにいるわけだから、変えたいなんてまず思ってないでしょうし、はい、だその人たちを引っ張り出したいですよね、はい、教えてくれよって、うん、